の教育者、冒険家。63歳の誕生日を迎えた1901年10月24日、村に入ってナイアガラの滝下りを行い、初めて無事生還した人物として知られる。ニューヨーク州オーバーンに8人兄弟姉妹の一人として生まれる。製粉工場を所有していた父、メリック・エドソンとは12歳の時に死別。4年間にわたる学業を経て、 優等学位を取得し教員となった。学生時代にデイビッド・テイラーと出会い結婚、一子を設けるも、こと夫を相次いで亡くす。各地を転々としながら、教員を続けた末、武闘教師となるべく、ミシガン州、ベーシティに行き着く。当時同地には、武闘学校がなかったため、自身で学校を設立。1九百年同州数千とマリーにおき、音楽を教える。 その後、仕事を求め、テキサス州サンアントニオを経て、メキシコシティへと足を伸ばす。いずれもうまくいかず、ベーシティに戻った。孫と猫の横でポーズを取る、霧の乙女余生を金銭的にも安泰に送り、休品引域を避けるため、孫に入って、ナイアガラの滝下りを初めて行おうと決心。外装を、 オーク材及び鉄とし、中にマットレスを詰めた特製の樽を使うこととなる。滝下り挑戦の2日前には強度を確かめるため、孫の中に猫を入れわて炊きに流す。猫は17分後、大方の予想に反し、血まみれになりながらも無事生還を果たした。63歳の誕生日を迎えた1901年10月24日、テーラーと ハート型の枕を乗せた樽がいよいよ滝に流されることとなる。友人たちは自転車用の空気入れを使い、ンの中に空気を総入り。これに用いられた穴がコルクで塞がれると、ゴート島の南、アメリカ滝付近へと流されていく。ナイアガラ川の流れにより、ンはカナダ側の馬テ滝に向かって移動、滝から急降下すると周りのものが救援に直行。 無事生還した状態で発見され、頭部に、かすかな裂傷があった以外はほぼ無傷であった。滝下り自体は20分にも満たなかったものの、損が実際に開けられるまでしばらくかかることとなる。滝下りに使ったテーラーのソン・テーラーの墓所1921年4月29日、ニューヨーク州、ロックポートのナイアガラ軍立病院にて死去。82歳。 同州ナイアガラフォールズのオークウッド墓地に眠る。テーラー以降、16名が樽に入って、ナイアガラの滝下りに挑戦、うち11名が、無事生還。なお、現在では滝下りが法律で禁止されており、違反者には1万ドルの罰金が課されている。2011年、クリスバン・オールズバーグは、クイーン・オブ・ザ・フォールズという絵本を描いた。2015年9月30日、 方訳が出る。ありがとうございます。